お疲れ様です。リーフスティングレーの生き物チャンネルです。今日はアブロニアの紫外線についてちょっとお話をしたいと思います。アブロニアの紫外線についてはお店ごとに多分解釈とかアドバイス違うかもしれませんが、まあうちではこの紫外線灯を使ってますよっていうご紹介だけさせてもらいます。で、まああとはもう飼育者の好きにしてもらっていいと思います。で、アブロニアのグラミネアを、緑からブルーにしたいんであれば、紫外線ほとんど当てなければ、半年から1年で真っ青になると思うので、紫外線をあんまり考えなくていいと思いますが、緑を維持したいって思われる方は紫外線をしっかり当てるようにした方がいいと思います。うちで使ってるのがこのレプティーズーさんから出てる UVB ライトですね。直感の蛍光管タイプの、UVB です。で、こちらを、グラテラ、これは304、ごめんなさい、3060のケース3台に、使ってます。で、紫外線は、スポット的ではなく、ケージどこに行っても紫外線当たるようなイメージで紫外線灯を設置しています。こんな感じで、植物でレイアウトしてるんですけど、樹状性の生き物なので基本的には紫外線に当たりに行くっていうよりは、多分木漏れ日、葉っぱと葉っぱの間の木漏れ日で紫外線を浴びてるだけなんだと思います。で、もともと標高が高い山に生息しているので、紫外線を、10.0 っていうかなり強めの紫外線灯を使っています。で、こんな感じで葉っぱの上で休息したりしてるときは紫外線に当たるし、さらにもうちょっと暗いところで休みたいときはこのココナッツシェルターだったり、後ろの、エアプランツの中に隠れて、休息してます。で、それとよく質問に上がるのが、バスキングスポットはどうしたらいいですかっていう質問も結構多かったんですけど、バスキングスポット基本的にはいらないと思います。で、こちらのケージには、赤外線のスポット、バスキングライトをつけていますけど、現在ここの、ケージ内温度26度になってますね。で、ここは、妊娠中のアブロニアがいたので、なるべくちょっと温度下げない方がいいかなと思ってバスキングライトを設置しています。で、ぶっちゃけ別になくてもいいし、あったらあったで当たりには来るんですけど、全ての個体が当たりに来るかっていうとそうでもないので、必要だなと思ったら当ててみたらいいんじゃないですかね。バスキングスポットを作っても誰も当たりに来ないんだったら電気代の無駄なんで外していいと思います。で、もう一個こちらも、普通にバスキングスポットをシェルターの上に設置してます。で、朝方バスキングスポットに、結構集まってくるので、ここの子たちは、ここの子たちは、体を温めたくてバスキングスポットに寄ってくるみたいですね。なので、このケージの子たちにはバスキングスポットを作ってます。で、ここだけは、紫外線ね、こういう感じの紫外線と、でも UVB は 10.0 を使ってます。はい、そんなところですね。
まあ、以上が、アブロニアの紫外線についてのお話なんですけど、ちょっと分かりづらいですかね。まあ、とにかくそのバスキングスポット的にここだけ紫外線浴びれますよみたいな設置よりは、こういう蛍光管タイプでケージ全体に紫外線が降り注ぐようにしてあげた方が、アブロニアの環境的にはいいんじゃないかなと思っています。まあそれぞれね、飼育者の好みだとは思いますんで、別にこういう風にしなきゃいけないっていうわけではないから、好きにしてもらっていいと思います。で、本当に真っ青なアブロニアに育てたければ紫外線はもうほぼなくても大丈夫です。実際2年間紫外線灯を使わないで普通に健康的に飼育してましたんで、おそらく紫外線自体はそんなに要求量は多くないんだとは思います。はい、じゃあ本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。